請求権というのは、人権が侵害された時に国に対してその救済を求める権利のことを言います。でちょっとね、ほら、この皆さん気づきました？請求権っていうのと、なんかさっき出てきたこの請願権っていうのがね、めちゃめちゃ言葉に似てるんですけど、ね、一文字違いなんですけど先生と、ね、思った方いると思います。確かにね、わかりますよ先生もね、うん、どっちがどっちなんだってね、たまにわかんなくなるんですけども、これはですね、ちょっとこう軽くニュアンス伝えますんで、そんな感じで捉えてくれればね、多分わかりやすいよっていうことで、こっちはさ、お願いって書いてるじゃないですか。だからちょっとね、こんな法律とか条例作ってもらえるとありがたいんですけど、お願いしませんっていう感じが、この請願権ね。で、こっちはね、そんなね、なんかね、お願いしますじゃないんですよ。どうしてくれんのっていうテンションかな。うん。私、人権侵害されたんですけど、どうしてくれるんですかと。ね、助けてもらっていいですかっていうね、ところで。ちょっと正確にはさ、そんなね、怒って上から目線っていう場合じゃないのもあるよ。だけど割とこれからね、内容をね説明していくんだけども、まあ、ちょっとそういうね、ニュアンスの部分、ニュアンスになってしまう部分もね、あるかなと思うんで、まあ、ちょっとそのね、請願権っていうのと請求権のね、こうニュアンスの違いっていうところ、もちろん内容も全然違いますしね、捉え方ですからね、皆さんが、頭に入りやすいようにね、そんな感じで捉えてくれるといいかなと思います。さあ、では中身見ていきたいと思います。まず一つ目、裁判を受ける権利というところで、まあ、これ一番上にね、書いてあるんですけども、やはりですね、皆さんが何かこう人権をね侵害されたなっていうふうに、感じたりとか、実際にそういうふうなね、状況になってしまった時には、裁判所にね、こう適切にこう判断してもらって、ね、ほら当然だけどさ、あの人に人権侵害されましたって訴えたとしても、その人がそうだって認めない場合ももちろんあるじゃないですか、ね、もちろんこの人がね、あごめんねって認めた場合、認めてさ、うん、悪かった、自分が悪かったよっていうことで、まあ、それで解決っていうことはもちろんあるんだけども、そうじゃない場合にね、要は私は全然人権侵害とかね、した覚えはないですけどという風になった場合には、やっぱりどっちの主張が正しいのか、私は人権侵害されたんだっていうね、主張と、いやそんなこと私はしてないよっていう主張と、両方の主張があって、どっちの主張が正しいかっていうことをやっぱりきちんと裁判で判断してもらわないと、ね、裁判所でね判断してもらわなきゃいけないですよね。だから、はい、誰もが裁判を受ける権利っていうのもありますよっていうところですね。まあ、これが一つ。で、二つ目、ちょっとさ、ここら辺からね、なんか漢字がね、たくさん出てきちゃうから、またね、うってなっちゃう人がいると思うんだけど、ちょっと我慢だよ。我慢ね。漢字がたくさん出てきたときは、まずちょっと我慢。で、先生がなるべくマイルドに説明するから、もうなるほどと。ね、内容はそんな感じなのねと。なんとなく分かったよ。そして何？あとは、ね、あ、そうか、ちょっとここは頑張って漢字は覚えればいいんだよね、でしたね。いいですか、そのスタンスでいきましょう。いくよ。国家賠償請求権ってやつなんですね。これは公務員の不法行為によって損害を受けた人が国や地方公共団体に対して損害の賠償を求める権利というところでね、ちょっとね、なんか難しい言葉がね、たくさん並んでおりますけども、まず不法行為という、ね、言葉なんですが、これは公務員が要は本来はしっかりと、こういう仕事しなきゃいけないよとかね、そういったものを、まあ、わざとだったりわざとじゃないにしても、ね、やるべき仕事をきちんとしなかった、きちんとこなさなかったがゆえに、何か損害を受けた場合に、国や地方公共団体に対して、ね、公務員の、ね、せいでなんか私の、ね、人権が侵害されたんですけどっていう場合に、国や地方公共団体に対してどうしてくれるんですかっていうことを求めることができる権利のことを言います。
さあ、ちょっとね、公務員の不法行為って言われると何のこと言ってんのかなってね、思う人がいると思うんだけど、皆さんまず公務員って、どんな人たちがいるかってご存知ですか？はい、ね、多分皆さんにとって一番身近な人っていうのは、まあ、公立の学校に通っている人であれば先生たちですよね。うん、だったり、あとは街中のね、治安維持をに勤めている警察の人ね、あとは火事とかになった時に、出動してくれる消防士さんとかね、あとはほら区役所で働いているさね、あのいろいろさ、なんとかかとかって言ってさ、手続きとかしたりする時にね、あのやってくれているああいう人たちも公務員ですし、まあもっともっとね、大きな規模で言ったら、例えば国会議員たち、ね、政治をしている国会議員だとか、なんとか省とかなんとか庁で勤めているね、いわゆる国家公務員なんて言われるさ、人とかっていうのも、まあ、たくさんの公務員が、いるんですけど、要はそういった人たちが本来やるべきこと、仕事をきちんとやらなかった。まあ、例えば警察官であったら目の前で犯罪が起きているのにもかかわらず、その犯罪者をね、犯罪を犯しているね、人をこう見逃してしまって、そしてね、誰かが怪我したりとかね、誰かそこで犯罪が起こってしまったとかね、そういう場合ね、なんかもそうだし、あとはまあ例えばその国レベルで言ったらね、人々の人権を侵害するような法律というのを作った場合、この法律があるがゆえに我々の人権が侵害されたよっていう、これもへんてこな法律を作ったっていうことが、まあ、一つだから公務の不法行為に、ね、なったりもするわけですね。さあ、これはね、具体的な事例でね、多分見ていくのが一番頭に入りやすいと思うんですよね。多分皆さんが使っている教科書とか資料集にも例題として、載ってたりするんじゃないかなっていうのが、このハンセン病であったり B 型肝炎っていうね、ものの話になります。ハンセン病っていうものに関してはね、まあ、簡単に説明すると、かつてはこのハンセン病というのは雷病っていうふうに言われていて、こう例えば肌がね、とか赤い斑点が、ね、出ちゃったりとか、かなり皮膚がただれたりとか、したりっていうね、そういうふうな形でね、結構顔のが、ね、変形してしまったりとかっていうさ、すっごい昔からね、あの日本だけじゃなくて世界中でね、見られた、結構こう奇病とかね、難病っていう風に言われて、昔からうわーっていう、だから見た目とかにも結構出ちゃったりするからさ、ね、ね、かつてはね、ものすごいね、こう伝染力がある、病気ということで、かなり昔から人々からこうね、敬遠されるような、そういう病気があったんですね。で結局、まあ、そういう病気があって、かつてはですね、ほらそういうね、見た目的にもうわーっていうのもあったり、すごい感染力があるから、人にうつしてしまうっていうことで、そのハンセン病、まあ、かつては雷病と言われていたその病気になったら、もうこう別の隔離って言ってさ、別の施設とかで、人々、普通の一般の人々とは別の生活をさせて、もう家族とか友達とかとは会えないだとか、あるいは、病気が伝染してしまうから、子供を産めないようにね、させるとか、そういう措置がね、されてたらしいんですよ。で、それがね、後々、感染力がそんなにあるわけじゃない、だからそんな隔離とかする必要がないよねっていうことが分かってからも、国としてそういうね、対処をしてたのを、何もね、手立てをしなかったっていうことで、このハンセン病の患者の人たちが、自分たちのね、人権を著しくね、侵害されたっていうことで国を訴えて、で国の方が、それを、まあ、認めて、謝罪してっていうことがね、かつてあったそうです。
ね、ただ今でもですね、確かに、ね、国としては、そうですね、もうハンセン病っていうのは、感染力もないし、ね、あの家族と過ごしても大丈夫ですよっていうふうには、ね、一応判決も覆ってしてるんだけども、だけどやっぱりこうね、それでもさね、いやーっていう風な扱いをされてたり、今でも苦しんでる人たちがいるっていうのは、これはしっかりと知っておかなきゃいけないやつでしょ。はい。で、 B 型肝炎の方も、これもね、B 型肝炎って言って、結構血液を介して、感染していくウイルス性のね、こう肝臓の病気なんだって。これは昔ね、これちょっと今だったら信じられないなと思うんだけど、注射の針あるでしょ。あの注射をさ、するときにさ、今だったらさ、一回注射したらさ、もうそれ使い捨てで終わりだと思うんだけど、複数の人にさ、一本の注射針でさ、こういろいろ打ってたりとかしてたんだって。で、それが原因でほら、血液を介してうつる、ね、ウイルス性の病気だから、その同じ注射針を使って、複数の人にそうやって注射を刺してね、打っていたっていうことがあるから、でそれを国として、それもだから見過ごしてたっていうかさ、何も手立てを打たなかったらしいんですよ。それが原因で、この B 型肝炎っていう病気になってしまった人が非常に多くてね、これ今でも本当にね、ね、問題になってたりとかするんですけども、だそういう状況があってさ、ね、それも国がちゃんとね、自分たちのその責任っていうかね、そういうのを認めて、今ね、いろんな手立てを打っているという、そういう現状があります、ね。だからね、まあ、ちょっとこういうね、国家賠償請求権ということでね、国の方を訴えていくっていうね、まあ、国だけじゃなくて地方公共団体、さっきも説明したね、都道府県だったり、市区町村に対して損害の賠償を求める権利ということでね、いうのがあります。さあ次です。刑事保障請求権っていうものなんですけども、これはですね、裁判で無罪になった人が国に保障を求める権利というところで、これはさ、皆さん冤罪っていう言葉ご存知ですか、ね、本当は犯罪を犯していないんだけども、まあ、無実の罪で捕まってしまって、で裁判も受けたんだけども、そこで有罪判決が受けてしまって、中には死刑判決が出た、ね、本当は何もしていない無実の罪だったにもかかわらず死刑判決が出たっていう、そういう事例もあるんですね。でそれがね、例えば後々、ね、もう一回、ね、裁判をやり直していろんな証拠とかが出てきて、やっぱりあの人無実だったっていうね、無罪を勝ち取ってっていう場合もね、これいくつか事例が出ているんですよ。って思うかもしれないんだけど、1個とかじゃないんだよ、結構な数ね、その死刑だったものから無罪にね、こう覆、判決が覆ったっていう事例があってさ、そういう、まあ、冤罪っていうね、いうのを聞いたことがあると思うんだけど、そういう場合に、はい、自分を無実の罪で捕まえた、まあ、警察や、まあ、要はだから警察を管理している警察や公務員ですから、国に対してどうしてくれるんですか、私の人生、ね、何十年っていう刑務所に入れられてね、私がその何十年の間にね、過ごすはずだったね、こういうさ、幸せな日々っていうのがね、あなたたちにとって奪われました、ね、そのね、その分どうしてくれるんですかっていうことを、求める権利っていうのがあってね、これはね、まあ、一番有名な、事例はこの足利事件って言ってね、菅谷さんっていうね、男性がいるんですけども、かつて4歳の女の子がね、殺されてしまうっていう事件があって、その時に、まあ、容疑者としてその菅谷さんの名前が挙がってね、まあね、ちょっと先生も詳しいところがね、そこまで知らないんだけども、要は半ば強制的に自白、無理やり、自白をね、強要されて、それで本当は、殺していないんだけども、まあ、自分が殺したっていうふうに言ってしまって死刑判決が出たっていうね、人なんですよ。
はい、でその死刑判決が出てから、皆さんどれくらいの時間刑務所に入れられていたかって分かりますか？まあ、知らないからね、あの想像もつかないかもしれないんですけど、約17年半です。って思いますよね。17年半無実の罪で刑務所に入ってて、そして後から、まあ、これね、やっぱ近年になって DNA 鑑定ってさ、あのよくさ皆さん刑事ドラマとかで見たことあると思うんだけど、その DNA 鑑定の結果、あの犯人が菅谷さんじゃないっていうことがね分かったらしく、それで冤罪だっていうことになって、無罪を勝ち取ってるんですよ。で17年半ですよ皆さん。今ね、見ているのが中学生とか、ね、高校生とかだとしたら、皆さんの人生よりも、今まで生まれてからここまでの人生よりも長い時間刑務所にいて、当然刑務所ですから、ね、そんな、ね、自由奔放にさ、お気楽な生活じゃないのは想像つきますよね。その無実の罪で17年半そこに入れられて、その時間が奪われたっていうんですよ。これさ皆さん想像つきますかね。えそれでね、国に対して私のそのだから17年半どうしてくれるんだということで、だからこのね刑事保障請求権っていうので、請求したっていう話なんですけど、先生ねこれも驚いてるんだけども、皆さん17年半の分どうしてくれんだって、実際どういうことなのと先生ね、何をしてくれるんですか、何を求めるのっていうふうに考えてる人がいるんだけども、これさお金で解決できるものではないんだけどもさ、でもまあお金で解決できる問題じゃないんだけど、じゃあお金以外にどういうふうにね、その時間に対する保証っていうのができるか、それもまた難しいよね。ねえ、ごめんひたすらねすいませんでしたって謝ったところで17年半が返ってくるわけじゃないじゃないですか。でねこれ皆さんいいですか、これちょっとね衝撃だと思うんですけど、これねどういうふうにお金で換算するかっていうと、1日いいですか、1日刑務所に入れられてそれがいくらで何日間入っていたから合計でいくら、この分お支払いします、すいませんでしたっていうことなんだけども、ね、皆さん、ね、想像してください、ね、無実の罪で、ね、何にもしてないのに刑務所に入れられてしまいました。で後からごめんやっぱりねあなたは何もしてないってことが分かったんだよ、ごめんね、あの許してね、あの何日間か刑務所に入れちゃったけどさ、その分お金払うからさ許してって、例えばさ、まあね、そういう風な感じになった時に皆さん1日いくらだったら許せますか。皆さんにとっての1日ってものすごいかけがえのない時間ですよね。特にねみんなにとっての、ね、時間っていうのは平等だと思うんですけど、先生は特にやっぱりね皆さんぐらいの年齢のね、子供たちの1日っていうのはやっぱりねもう日にならないぐらいねものすごい1分1秒が貴重だと思うんですよ。その貴重な時間が奪われているんですよね、しかも不当に。それを皆さんだったらいくらで許せますかね。ねえ皆さんそれぞれね今ねいくらとかってね思ってるかもしれないんだけども、これね、最高1万2500円かな。皆さん1万2500円払うから許してちょうだいねって言って許せますか。ねえああ1万2500円ももらえるんだったらまあちょっとしたバイト代か、じゃあいいよっていうふうにさ捉えられます。だってさいい、ただ刑務所体験ねって言って出れるのが分かってて1日我慢するのとはわけが違うんですよ。しかも死刑判決とかされてるから、いつ自分が、まね、死刑になるかって分からない、その緊張感でも、しかも自分は何も悪いことしてないのにっていう、その状況の中もう神経すり減らすどころじゃないですよね。そういう状況の中でそんな状況に追い込まれて1日1万2500円許せますか。
ね、これね、菅谷さんの場合は17年半、ね、刑務所にいたっていうことでね、約6000何百日いたのかな、それをだから1万2500円かけるそういう形で計算して、約8000万円かな。皆さん17年半ですよ、17年半という月日を不当に奪われて、そして8000万円後から帰ってきてね、許せるか、そこをね、ぜひね考えてもらいたい。だからやっぱり冤罪っていうのはね、ね、絶対にね、そうなくさなきゃいけないし、やっぱり警察の人もそうだし、まあね、こういうね、犯罪とかをこう訴えるのはね、あの検察だったりとかするんだけども、やっぱりね、そういう人たちの仕事っていうのはね、やっぱりすごくね慎重であるべきだし、でそういう裁判、ね、する人たちの仕事っていうのもやっぱりね大変だよね、責任もすごく重いですよね。だけどね、こういうことにならないようにね、やっぱりね考えていかなきゃいけないよなって、ね、それはまあ別にさ、ね、警察と検察官と裁判所、ね、裁判官の人たちがやれってことじゃなくて、ね、まあ、先生もかつて公務員だったけど、ね、公務員、ね、はやっぱりみんな同じようにね、考えてね仕事しなきゃいけないと思うし、公務員じゃなくたってやっぱりね、こうやっぱり人に対してのさ、そういう部分っていうのはね、やっぱ責任重いですからね、やっぱそういうところはしっかりみんな一人ずつがね、気をつけて生活していかなきゃいけないよなと、思います。はい、ということでね、まあこのね刑事保障請求権っていうのはね、まあ、この足利事件のことを、ね、紹介したんですけども、先生はね、映画でね、それでも僕はやっていない、やってないっていうね映画があってさ、それもね見た時すごくね衝撃でした。ある青年、若いね、青年が、痴漢冤罪っていうことで、痴漢をしてないのに痴漢扱いをされて、捕まってしまってね、まあその無実の罪でね、こう刑務所にね、入ってなんていうところでね、本人はさ、全然自分がね痴漢なんかしてないか身に覚えのないことだから、最初はさ、ね、まあ、すぐにねちゃんと話をすれば、ね、ちゃんとね解放してもらえるだろうって、ね、軽く考えてたんだけども、それがねあれよあれよのうちにね、全然さそうはいかなくてさ、どんどんねその無実の罪でね、追い込むね犯罪者ということで追い込まれていき、ね、それまでの平穏な生活がね、崩れていってしまうっていうね、そんなねストーリーなんですけども、あれもねやっぱり見ててね、いろいろ考えさせられましたよ。これもさ皆さん 99.9% っていうね、前もなんかそういうさ、ね、松潤とか出てるドラマとかもあってさ、日本の裁判っていうのは起訴されたらもう 99%、 99.9% ね、有罪判決になるっていうね、いうふうに言われていて、もう起訴されたら最後もうほぼほぼね、有罪判決になってしまうなんていうふうに言われている、ね、そんな現状があるそうです。だから、要はさ逆転無罪って言うんだけど、ね、犯罪者として、要は起訴されたけども最終的にいやこの人やっぱり無罪だったよねっていうのを勝ち取るのがものすごく難しいんですって、ね、だからそこら辺あたりも ね、 ね、それでも僕はやってないとかっていうところでもね、その辺の難しさっていうのがすごく描かれていて、うわやっぱりね、なんか、まあ、ちょっと怖いなって先生は正直、思った部分でもありますね。やっぱり一番はね、そういうのに巻き込まれないことがね、一番なんだけども、やっぱりねさっきも話したけど、ね、そうは言ってもさ、自分の身は自分で守らなきゃいけないんだけどさ、いつね、何時そういうのに巻き込まれるか分かんないじゃないですかね、まあ、でそういうふうに巻き込まれないということが一番なんですけど、ね、まあ、一人一人ね、しっかりしこちらのね、公務員の方も仕事を、ね、やっぱりきちんとするっていうことも、当然ですし、我々もね一人一人こういう知識を、ね、しっかりと身につけてさ、ね、知らないうちにさ、ね、自分たちの人権が侵害される、ね、そんな法律ができてるとかっていうこともさ当然ね
あり得ることですからね、やっぱり慎重にね、やっていかなきゃいけないし、まあ、一番最初にも話しましたけども、やっぱり常にね我々っていうのは、国が今どんなね政治をしようとしているのか、どんな法律を作ろうとしているのか、どんな日本の未来をね、考えているのかっていうのを、ね、やっぱり関心を持ってね、常にこうね、どうなんだっていうことをね、自分たち自身がこうね主体的に考えていくっていう姿勢がね、一番大事なんじゃないかなって思いますので、今日もね、授業の内容をね、しっかりと復習していただいてね、まあこちらはね、皆さんにはこういう権利がありますからね、しっかりと政治に関心を持って政治に参加していきましょうと。で、気をつけていてもやっぱりね、いつ何時人権侵害されるかわからないですから、そういう時にはこういう権利があるってことを知っておいて、ね、適切に、対応してもらいましょうということでね、今日はいつでも、ね、大事な知識だったんじゃないかなって思います。さあいかがだったでしょうか。ちょっとね難しい言葉もねたくさん出てきたと思います。皆さん自身の自由であるとか平等であるとか、ね、そういった社会権であるとか、そういった、ね、人権を保障するために何が一番大切かというと、やはり我々がしっかりと政治に関心を持って政治に参加しようとするその姿勢がね、やっぱり一番大事なんじゃないかなと思いますので、ね、まだまだね、私たちには選挙権がないんだっていうね、皆さんでもですね、今のうちにしっかりと勉強して知識をね、つけてね、いざね、もう皆さん18歳目の前ですよ、ね、そんな遠い話じゃないと思います、ね、いざこういう状況になった時にきちんとした判断であったりとか、きちんとした選挙で、ね、投票ができるように、ね、今のうちにしっかりと、勉強しておくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今日の、授業動画の内容が良、かったなとか役に立ったなと思いましたら、高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、できればね、お友達に紹介していただいて、この私のね、目標である、ね、社会科嫌いをゼロにする、ね、この活動をね、皆さんで、応援していただけると、嬉しいです、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はこれで終わります。ありがとうございました。